葛西臨海公園に2020年東京オリンピックのカヌー競技場を建設する計画について公開質問状を発信しまして、昨日までに回答を受け取りました。東京都知事選の争点として、あまりクローズアップされていないオリンピック、しかし大規模な開発計画に対して市民団体や専門家から変更を求める声が相次いでいます。開発計画の現場を取材しました。東京湾に面する葛西臨海公園、東京ドーム17個分という都内最大規模の公園で、豊かな自然が広がっています。しかし2020年の東京オリンピックでは、この公園の3分の1を埋め立て、カヌー競技場を建設する予定です。これがカヌー競技場の完成イメージです。人工の川と1万5000人分の観客席を設ける計画により、巨大な貯水池に水没します。今回のカヌー競技場の大きな貯水池に取り込まれるところで、ほとんどの木が残念ですが伐採の対象になっている木です。工事の大きさ、それから完成した場合の受ける樹木の影響、まあ、3000本ぐらいあるとして1500本切られるのか2000本切られてしまうのか、一番茂っているところがコンクリートの貯水池になってしまうというところが、この工事の計画を知ったときに一番恐れている部分ですね。野生のセリですよ、これ。野生のセリ、あ、天然物ですよ、天然です。天然、はい、こうするとここからほら膨れてくるの、ほら、うわ、すごい、ほらほら、ね、ここは、まあ、私公園発足以来ずっと付き合っているところなんですけれども、自然の豊かさについては付き合うほどに深さを感じるっていうんですかね、私野鳥の分野でいうと、ここの公園全体ではですね226種、それからこの対象になっているところでは74種の野鳥が観察されているんですけども、オリンピックの精神はやはり環境と両立するっていうことを言ってますから、そういう点でこのような環境破壊がもう大きな問題を含んでいるやつについては考え直してほしいというのを思ってます。東京オリンピックは晴海の選手村を中心に半径8キロ以内に 85% の競技施設を配置するコンパクトな五輪を売りにしています。この施設の中でカヌー競技場と並び最も批判の的となっているのが、8万人を収容するメイン会場、新国立競技場です。新たな競技場は現在の 1.6 倍、周辺の環境が一変し景観にも大きな影響を与えます。また当初1300億円と見込まれた建設費は倍以上の3000億円を上回る可能性が指摘されたため、設計の変更を迫られています。これに対し100人を超える建築家や文化人らが神宮外苑と国立競技場を未来へ手渡す会を結成、計画の見直しを求める要望書を総理大臣や知事宛に提出しています。巨大な国立競技場の誕生によって取り壊しが決まった霞ヶ丘アパート、200世帯のうち3分の1が70歳以上のお年寄りです。このアパートでタバコ屋を営む神野光平さん80歳、神野さんも立ち退きを迫られています。どいてくれという全体会の話が去年にありました。それ1回だけです。その後はですね、封筒に入れた、まあ、いわゆるコピーされた紙をですね、早く引っ越しされたい方はお申し出ください、その紙が来ただけでございます、私に対しては。それでですね、どいてくれって言われたっておいそれと行かれませんよ。神野さんは実は2度目の立ち退きです。1964年のオリンピックの時にも自宅と店を失いました。前のお店です。先のオリンピックで強制的にどかされ、まあ協力しましたけれど立ち退きました。私たちの気持ちが少しでも汲んでくれるんなら一言でもいいですから、この度こういうことでオリンピックにも決まりましたんで申し訳ないけれどご協力を願いたいと、
つきましては皆さんにこのようなことでご紹介したい、こういうところに行っていただきたいんですがという、そういう優しい言葉ですね、一切感じないんです。何にもないんです。辛いです。その反面悔しいです。